日本人からしたら堀口は別格だから特別だからって感じなんですよ。そういうことじゃない、自分だって一人間なんで、俺だって膝や腰ぶっ壊してやっている。戦ってる姿や頑張っている姿を見せて、自分は日本の子供たちに夢を持たせたい。日本人の考え方がそれはできない、あれはできないと抑え込みすぎ、自分ならできると思えば絶対にいける。お前じゃ勝てないよから入ったら誰も勝てないよ。日本 MMA 史上最高傑作とも評され、史上最強のメイドインジャパンの異名を持つ堀口恭司、 MMA 戦績32勝5敗15 KO 5回の一本勝ちを誇り、第9代シュート世界バンタム級王者、初代、第4代ライジンバンタム級王者、第7代ベラトール世界バンタム級王者、現ライジンフライ級王者と、ライジン史上初2回級制覇と日本最高クラスの実績を誇る堀口恭司。幼少期からシュートを経て UFC 参戦など、堀口恭司を深掘りしますので、ぜひ最後までご覧ください。幼少期、3人兄弟の次男として生まれた恭司少年は、教育の一環として父親と同じ空手の先生のもとで5歳から伝統派空手を半ば強制的に習うことになる。初めはいやいや練習をしていたが、試合で勝利したりご褒美を買ってもらううちにのめり込むことになる。そして中学生の頃に、いちごクラブという実家から1時間ほどかかる空手の道場に通うことになり、今もセコンドについている同級生の二平コウと出会うことになる。そして二平コウと対戦することになり、事前に父親からビデオを見ていて、めっちゃ強いよと言われるが、いやいや全然いけるっしょと堀口は本気で思っていた。しかしいざ対戦したらボコボコにやられ、そこからこいつを絶対にぶっ飛ばすと思うようになり、これがきっかけで火がつき、本格的に空手の練習に励むことになる。そして高校では栃木の名門作新学院に入学。現在所属する ATT より精神的にきつかったと話し、インターハイ出場を果たしている。そんな高校時代はプライドが大流行し、日本に格闘技ブームが巻き起こっていた。神の子の衝撃、プライドを観戦していた堀口にひときわ輝いて見えたのが、山本キットノリフミである。キットは軽量級のスーパースターであり、後に1世界フェザー級王者に輝くナラントンが楽、アブダビ3連覇、世界柔術選手権4連覇したホイラー・グレイシー、元シュート世界ライト級王者であり UFC タイトルマッチ経験者ウノ・カオル、後にドリーム2回級制覇、1世界バンタム級王者に輝くビビアーノ・フェルナンデスなど、名だたる強豪から勝利しており、体格がほぼ同じであるキットが、自分よりもはるかにでかい選手を豪快になぎ倒す姿に引き込まれ、俺もやりたいと思うようになり、この辺りから MMA ファイターになることを決めたのだ。高校時代空手で好成績を収めると、帝京大学などから声がかかるも、大学卒業後 MMA している用じゃ遅いと感じ、高校卒業後すぐに上京することになる。そして空手関係者からクレイジー B を紹介してもらい、憧れの山本キットに打ち弟子にしてくださいと打ち明けると、いいよ明日から荷物まとめて来いとあっさり OK をもらうことに成功。来るものを拒まないキットならではのエピソードである。当時大人気であったキットに憧れ、何人もの選手がクレイジー B を訪れていた。しかし練習でボコボコにされ、途中で逃げ出す人が多くいた。そんな中、堀口はジムで働きながら柔術やレスリングなどのクラスに出て技術を磨いていた。すると初対面の僕鋼鉄に靴がなくなったと激怒され、数発殴られた。当時僕のことを知らなかった堀口は、なんだこいつこの野郎、ぶっ飛ばしてやりてえと思っていたと後に話している。そして当時のクレイジー B には、現在ライジンライト級で活躍する八千雄介も所属しており、互いに切磋琢磨し、後に日本のトップファイターに上り詰めることになる。プロへの挑戦、2009年堀口は東日本シュートアマチュアオープントーナメントに出場。後にライジン出場する魚井フルスイングらを圧倒し、5連勝を達成し、見事プロ昇格することになる。これによりプロデビューした堀口はシュート新人王トーナメントフェザー級部門に出場。こちらも圧倒的な打撃を披露し、3連勝を果たし優勝。これにより2010年シュートフェザー級新人王と MVP を獲得。ちなみにこの年のライト級では佐々木浦香、ミドル級では井上優作が優勝し、後にライジンに参戦する選手たちも出場していたのだ。するとこの辺りに師匠山本キットが堀口についてこんなことを語っている。今の活躍は当たり前、毎試合何も心配していない、ガキの頃から打撃やってたし、センスもすごいあるし、同じ階級じゃこいつより練習してるやつはいない、間合いの取り方もうまいし、一発の強さはすごいと絶賛。ただセンスがあるだけではなく、堀口は人一倍練習していると評価していた。立ちはだかったシュート王者の壁、プロデビューから6連勝と圧倒的な強さを示していた堀口。
迎えたプロ7戦目には上田正勝と試合が決定。当時上田はシュートフェザー級王者に輝き、シュートのカリスマ佐藤ルミナ、後にベラトール世界バンタム級王者に輝くエドゥアルド・ダンタスなどから勝利していた実力者。現在は斉藤豊のセコンドに就くなど格闘技界を裏から支えている。迎えた試合では打撃では堀口、グラウンド技術では上田と一進一退の攻防が続き、判定1社が29対29でドローを支持するも、その他は29対28で上田を支持。僅差判定負けで堀口はプロキャリア初の敗北を味わうことになった。試合後上田は負けたと思ったと語り、その後ベラトールやワンに参戦し、ジェンスパルバーラに勝利し、ワンバンタム級グランプリを優勝した。堀口はレジェンド上田に敗れるものの、そこから3連勝し、ついにタイトルマッチにたどり着くことになる。シュートの頂き。2013年3月16日、シュート世界フェザー級決定戦にて扇久保博正と激突。当時扇久保は10勝2敗の戦績を残し、シュート世界フェザー級王座に輝いていた。迎えた試合では1ラウンド目に扇久保からマウントを取られるも見事脱出。2ラウンド目はしっかりタックルを切り、そのままバックに回り一本勝ち。これによりシュート世界フェザー級王者に輝いた。試合後堀口は、やっとベルトを巻くことができました。自分は狙ってなかったですけれど、チャンスがあったので締めてみました。練習でよくやっているので練習の成果が出て嬉しいです。クレイジービーは全体的にレベルが高いので、どんどんベルトを取ってジムに貢献したい。寝技も練習しているので寝技もできるぞってところが見せられてよかった。1ラウンドの時に正直にか3ラウンドで KO と考えていましたねと振り返り、もっと上の舞台でやりたい。やっぱり UFC に出たいですねと UFC 挑戦を口にした。死闘 VS 石渡慎太郎。見事シュート王者に輝いた堀口に用意されたのが、バンタム級キングオブパンクラシスト石渡慎太郎。当時石渡は15勝4敗の戦績を残し、宇野カオルらを倒し6連勝中と波に乗っていた。この試合に石渡は、堀口選手はシュートの世界王者でありデビュー戦の頃から強い選手だなと思っていました。この試合は5分5ラウンドですが、おそらく5ラウンドまではいかないでしょう。どちらかがぶっ飛ぶ試合になると思います。もちろん自分がぶっ飛ぶなんて気持ちはみじんもありません。必ず勝てるようにきっちりと仕上げていきますと激闘を予想。一方堀口は両方打撃が得意なんで面白い試合になるんじゃないかと思っています。チャンピオンシップで5ラウンドはやっているんで、いつも通りやろうと思っていますと至って冷静。しかしこの試合は堀口の格闘技キャリアにおいてトップクラスの激闘になる。迎えた試合では堀口が打撃を出した時に勢い余って転倒、それを見逃さなかった。石渡にリアネイキッドチョークを仕掛けられますが、なんと堅いよう。打撃寝技と一進一退の攻防が続き、ほぼ互角の展開で最終ラウンド、堀口の打撃がヒットし、石渡はダウン、堀口が打撃をまとめますが、なんと形上がり石渡が打撃を返す展開に。それでも最後は堀口が打撃をまとめ上げ、見事 TKO 勝利。史上初パンクラスとシュートの現役王者対決は、シュート王者堀口に軍配が上がった。後に堀口はこの試合を格闘技キャリア一番の激闘と発言している。死闘を終えた堀口は、自分のいいところが出なかった、負けてしまったんですけどと記憶が曖昧に。それでも最後は、もっと UFC とか上の舞台に行ったらもっともっと強くなるので応援よろしくお願いしますとマイクを閉めた。この激闘を繰り広げた両者は後に練習を共にすることになる。世界最高峰 UFC への挑戦。石渡との激闘から3ヶ月、ついに堀口が UFC 参戦を表明。これに堀口は、自分にとって UFC は夢の舞台、いきなりの参戦になるが毎日練習しているので不安はない、遠い間合いからの飛び込みや距離感、こんなところから届くんだってところを見てもらいたい、そして UFC でベルトを取りたいと意気込んだ。すると UFC166 でバンタム級にてダスティン・ペイグと激突。ペイグは当時 MMA 戦績11勝9敗の戦績を残し、 3KO 8回の一本勝ちと全試合フィニッシュを記録。しかし3連敗中になりが欠プチであった。対戦相手のペイグについて問われると、立ちもできるし寝技もできる、やっぱ UFC の選手で弱い選手はいないと思っているので、何でもやってくると思うので自分もそれに対応していきたいと思います、向こうがガンガン出てくると思うので自分も下がってばかりじゃなくて今回はちょっと前に出て勝負したいと思っています、打ち合いになると思うので面白い試合になると思いますと打撃戦を想定していた。ちなみにこのセコンドには矢地雄介もついている。そして迎えた UFC デビュー戦は1ラウンド目はペイグにバックなどを取られる展開に。
それでも2ラウンド目に得意の打撃を利かしまとめ上げ見事 TKO 勝利。TKO 勝利した堀口は試合後ダナ・ホワイトに KO できる選手は好きだと声をかけられた。試合後堀口は、30点です。自分が求めていた動きではなかったですし本当に動きが硬かった。言い訳になってしまうのですが試合前に尿検査とかあってアップもできずにオクタゴンに入ったんです。だから動きが硬いままで、特に緊張したとかっていうこともなかったのですがアップができない影響はありましたとコメント。今後 UFC での戦い方について問われると、UFC はポイント合戦になる。だからこそ打撃だけでなくレスリングや寝技をしっかりと強化したい。それと打撃戦も打ち合いじゃなくて自分だけ当てる。そんな戦い方で接近戦も仕掛けていきたいですと MMA としての強化を口にした。適正のフライ級転向はあるかと問われると、でかいやつを倒したいというのが根本にあるのでバンタム級で戦っていきます。自分の憧れはキッドさんでキッドさんはでかい選手をバコバコと倒していました。自分もそういう選手になりたいんです。簡単ではないことも理解していますがバンタム級にこだわりたいですねとキッドへの憧れを口にした。そして堀口はこんなことも口にしている。軽量級のライバルになりうる日本人と一緒に練習する抵抗感はあるかと聞かれると、強くなりたいのでそういうことにこだわることはないです。強くなるためならどこにでも足を運びます。そして僕を強くしてほしいです。移動時間など時間がもったいないという考えもありますが、とにかく強くなりたいそのためには何でもする。自分が役に立てるなら自分の技術も全然教えると強くなるために貪欲であった。そして師匠山本キッドは堀口はこれからとんでもないことをする。UFC でもベルトを取ると思うとまたも弟子の堀口を絶賛した。そして堀口は UFC でどんどん勝ってジムニーを勝ってキャンプに行きたいと話していた。インタビューではバンタム級で戦いたいと言っていた堀口だが UFC2 戦目からはフライ級に転向し、2戦目でバンタム級15位ダレルモンタ牛に判定勝利。3戦目ではジョン・デ・ロス・レイエスに1ラウンド TKO 勝利。4戦目にはルイス・モーディノに判定勝利と UFC4 連勝を達成。すると堀口は UFC フライ級にて8位にランクイン。上位のバンタム級の選手が怪我や前線で敗戦していたり計量失敗などで堀口にビッグチャンス到来。高すぎた世界との壁。2015年4月 UFC186 にてデメトリアス・ジョンソンと UFC 世界フライ級タイトルマッチが決定。DJ は史上最高の総合格闘家の一人と評されフライ級史上最強とまで言われる選手であり山本キッド、イアン・マッコール、ジョン・ドットソンなど日本に馴染みのある選手からも勝利しており堀口戦後にはヘンリー・セフード、アドリアーノ・モラエスなどから勝利し UFC 史上最多連続王座防衛記録11 UFC フライ級史上最多勝利13など輝かしい実績を記録する選手である。試合前堀口はUFC がこういう大きなチャンスをくれたことは嬉しいです。もちろん UFC 史上最も偉大なチャンピオンと戦う準備はできてるしベルトを奪います。これは負けられない戦いです。DJ のことはとてもリスペクトしています。紛れもなくベストオブベストですし現在の MMA で必要な全てを兼ね備えているコンプリートファイターでしょう。僕はスタンドをキープしてグラウンドには付き合いません。そっちは彼にアドバンテージがあると思うので。ファンにエキサイティングな試合を見せたいです。ファンにとっても良いマッチアップだと思います。互いに素早く動いてフィニッシュを狙います。僕のパワーや反応するスピードを見てほしいですね。それは DJ のスピードとは明らかに違います。僕がオクタゴンに入ったら瞬き厳禁ですよと自信を覗かせた。迎えた試合では序盤こそは DJ のタックルを対応するものの、徐々に DJ にペースを握られ打撃やテイクダウンを許してしまう展開に。そして最後はラスト1秒で腕十字による一本負けになり王座へ一歩届かなかった。あまり公にされていないが堀口はこの試合前に原因不明の胸の痛みで組技の練習ができていなかったとも言われている。そして DJ とのタイトルマッチに負けはするものの当時に15歳の堀口、これからピークを迎える堀口は試合後大きな決断を下すことになる。 ATT への移籍。DJ との一戦にて世界との壁を感じた堀口は練習環境を本場アメリカに移すことになる。移籍にあたり数カ所ジムを巡りその中にはダニエル・コーミエなどが所属する AKA が含まれていた。しかし AKA は重い階級の選手が多く軽い階級の選手が少ないことから断念。そして軽量級の選手がおりコーチが15名ほどいるアメリカントップチームに移籍することになる。 ATT にはフィジカル、レスリング、ボクシング、柔術など全分野のコーチが揃っており当時 UFC ファイターが40人ベラトール王者が2人とアメリカの中でもトップクラスのジムであった。
そして ATT のあるフロリダは物価が安く天気も良く釣りの本場であることから堀口にとっては最高の環境であった。堀口は ATT での練習について名前のある選手だけでなく各分野のスペシャリストなどと練習をして一つ一つ技術を磨いたと話している。そして全体をまとめ上げるヘッドコーチマイク・ブラウンともここで出会っている。堀口はアメリカ移住し ATT の2階にある部屋に住み込み、1階のジムと2階を行き来して練習の繰り返しというストイックな合宿生活を送り、ジムのオーナーがその堀口の全てを刺されて格闘技に取り組む姿勢に感銘を受け、2階にある選手が練習後にくつろぐスペースを堀口ホールと名付けられている。そして DJ に負けはするものの、そこから UFC にて3連勝を記録しランキング3位にまで上り詰めた。するとここで UFC との契約が切れ、新たに UFC から6試合のオファーが提示された。前回からファイトマネーが上がるものの期待するほどのものではなかった。正式オファー前にはいくら欲しいんだと言われ、金額を提示するとふざけるな、それだったらよその団体に行けと言われるほどであった。しかしここまで UFC が強気に出る理由に堀口は英語が喋れない。それに比べて当時にイノセフードはオリンピック金メダリストで英語だけではなくスペイン語もできる。堀口はグローバル的に売り出しづらいという指摘をされていたのだ。そして当時フライ級が不人気であり、なかなか試合が組まれない状況であった。そのため堀口は UFC との交渉を打ち切り、他団体と交渉する FA を行使、堀口教授日本への帰還。UFC から FA になった堀口に榊原 CEO が直接交渉を繰り返し、ついに堀口がライジンと契約。 UFC で定期的に試合ができなかったことから、ライジンとは大会があれば2ヶ月に1回試合をする契約を成立させた。堀口はインタビューにて UFC を退団したことを問われると、いつになっても試合を組んでもらえないのがすごいもどかしくて、このまま行くと試合をやらないこともありえるなと、例えば自分が怪我をしちゃったりとかして一番大事な時期に試合ができないのはちょっともったいないなと思って、こういう結果になりましたね。ライジン参戦の決め手を聞かれると、 FA になってタイミングよく榊原さんが話を持ってきてくれたので、おお、ちょうどいいと思って、すごいありがたく思ってます。ライジンは予定も何月にやるって決まってるじゃないですか。調整もしやすいんですよね。 UFC ってそうじゃなくて1ヶ月前2ヶ月前に試合は決まるんですけど、その前までは全然決まってないですからね。いきなりのオファーですからね。せっかくアメリカに行って試せるのに、やっぱり試合になると試せないことってあるじゃないですか。練習してきた技が出なかったりとか、そういうのも自分のものにしていきたいので、どんどん試合に出てどんどん試して強くなりたいのに、その場が用意されていないので、そのもどかしさがライジンに決めたきっかけですねと語り、そしてもう一つの理由に、幼少期から堀口に空手を教えていたに比し、憧れを抱き打ち弟子にまでなった山本キッド則文氏、この二人の師匠が病魔に苦しんでおり、自分の活躍する姿を見せたいという理由も日本で戦う理由の一つであった。そしてライジンと同時期にベラトールからもオファーが届いたが、これを拒否。これに当時ベラトール CEO スコット・コーカーは、彼はベラトールのオファーに対してノーと言った。ベラトールとはサインはできない、日本に戻る。日本に戻ってライジンで戦う。日本の MMA の再建をサポートしたいから。と私に言ってきた。でも私はこう彼に尋ねたよ。もっとたくさんファイトマネーが欲しくないのかいってね。すると彼は、別にお金は問題じゃない、いくら支払ってくれようが日本に戻ってライジンで活躍する、活躍することで日本で若い才能が生まれる土壌を作る、そうやって日本に MMA が成長し続けるよう戦っていきたいと言ったんだ。参ったよ、この男はなんて師匠ない意思を持っているんだって。心から尊敬できる道を彼は選択していた。自分が大金を手にするよりも日本の格闘技界の役に立ちたいって言うんだからねと驚きを示していた。これによりライジンと契約し、榊原は、堀口選手が日本へ戻り、我々ライジンに参戦してくれることが正式に決まりました。現役バリバリの格闘技のメジャーリーガーが日本の舞台に帰ってきます。堀口選手の大英断に心から敬意を表します。フライ級の世界トップクラスのファイターである堀口選手が日本で、そしてライジンで躍動します。ご期待ください。我々は堀口選手を迎え入れると同時に全力でフライ級を磨き上げます。我こそはと思う世界中のフライ級の選手からの参戦表明を待っていますと呼びかけた。衝撃堀口教授の圧倒的な実力。
UFC 戦績7勝1敗フライ級3位まで上り詰めた男がついにライジン参戦。2017年に行われたライジン後にて58キロ契約で元谷勇気と激突。当時元谷は18勝3敗の戦績を誇りディープフライ級王座に輝き10連勝中と波に乗っていた。試合前堀口は、契約してくれてライジンさんには感謝をしています。対戦相手の元谷選手なんですけど、日本の格闘技をなめんなよって言ってますけど、世界の方がでかいでしょっていうのを見せたいと思います。これから日本を盛り上げるのでよろしくお願いしますとコメントした。迎えた試合では堀口得意の打撃をヒットさせると、元谷得意の寝技でも堀口が上回り、全体を通して堀口ペースで試合が進み、見事判定勝利。試合後堀口は、久しぶりのリングだったのでパウンドとかうとうと思った時と勝手が引っかかったり、うまく蹴れなかったのでそういうところの対策が必要だなと思いました。しっかり KO で勝ちたかったんですけど、相手の粘りもあってうまく逃げられたなという感じですとコメント。一方元谷はこの試合で堀口の強さに驚愕し、どのような練習をしているか気になり、時を経て堀口と同じく ATT 所属になることになる。この元谷との一戦は58キロ契約で実施したものの、おそらくフライ級に人が集まらず、榊原 CEO から階級変更を促され、バンタム級に階級変更。堀口がバンタム級に参戦したことから、バンタム級トーナメントの開催が決定。このトーナメントではディープ2階級王者大塚隆文、パンクラスバンタム級王者石渡慎太郎、ドリームバンタム級トーナメント優勝所秀夫、元 UFC フライ級にイアン・マッコール、後に UFC 参戦するマネル・ケイプなど実力者が参加すると、1回戦にて所秀夫と激突。迎えた試合では開始早々堀口が打撃を当てると所がダウン、そのままパウンドアウトし、圧倒的な強さで勝利を収めた。試合後堀口は、自分がスターになってライジンをしっかり盛り上げたいなと思ってます。自分は誰が来ても受けて立つんで、相手は気にしてないです。しっかり優勝しないとライジンが盛り上がっていかないので、優勝しますと宣言した。続くトーナメント2回戦ではガブリエル・オリベイラと激突。オリベイラはブラジルの3団体で王者に輝き、前線の川尻との一戦で KO 勝利し、9勝0敗と勢いに乗っていた。試合前堀口は、全力で跳ね返した滝潰します、僕に課せられているのは優勝じゃなくてぶっちぎりの優勝で、なおかつ大晦日ライジンのリングを盛り上げることだと思っています、ぜひ期待していてくださいと自信満々。迎えた試合では堀口得意の遠い間合いからの打撃で圧倒。最後は打撃をまとめ上げ、レフリーストップ宣言通り圧倒的な内容で勝利した。これにより堀口は準決勝に進出し、マネル・ケイプと激突。ケイプは当時11勝1敗の戦績を誇り、1回戦では山本アーセンを TKO、 2回戦にはイアン・マッコールにも TKO 勝利と7連勝中と勢いに乗っていた。迎えた試合では堀口の打撃がケイプを捉える展開に、するとケイプの顔面が堀口の顔面に当たり堀口がダウン。見逃しかねない素早い攻防も、レフリーがしっかり試合を止め一時中断。堀口はダメージを負い、ふらつき数分間の中断。それでも回復し、試合が開始されるとすぐさまテイクダウンを成功させ方々め、最後はケイプがタックし、見事一本勝ちし決勝に進出。しかしこのトーナメントは同日に行われるハードスケジュールであり、堀口は試合後何度も同じことを言い、バッティングの影響でダメージを負っていた。もう一つの準決勝ではこちらも激闘が繰り広げられ、石渡慎太郎が勝利。これによりトーナメント決勝、堀口教授 VS 石渡慎太郎が激突。迎えた試合では1ラウンド目にグラウンドの展開で堀口が優位に進めると、堀口が2ラウンド開始すぐに打撃を当て勝負あり、4試合連続完全決着と圧倒的な強さを披露し、見事トーナメント優勝。決勝はカウンターのストレートを当てることを狙ってたんで、もろにカウンターが決まったんで勝てましたと発言し、試合後インタビューでは、天心が MMA では厳しいがキックならと発言していたことに対し、日本が盛り上がるならやりますと発言していた。そして石渡はダメージの影響もあり、インタビューは行われず、ケイプ戦後には堀口が同じ言葉を発していたが、今度は石渡が一時的に記憶喪失。試合後すぐに、今日試合したんですか、誰と試合したんですかと一時的に記憶を喪失。過密日程の恐ろしさと格闘技の恐ろしさを改めて感じさせられる結果になった。そして堀口は後日のインタビューでこんな言葉を残している。試合後日本でゆっくりするのかとの問いに、そういうのはダメなんですよ、そういうのはダメなんです、そんな甘えてたら他にも人生楽しいことあるよと言われると、ありますよ、ありますけど自分はこれに欠けてるんで、応援してくれる人もいる、その人の期待に応えたい、
格闘技というものをもっと広めたい。そのために日本に帰ってきたんでと並々ならぬ思いを口にした。ヒットへの憧れ、圧倒的な強さでトーナメントを制した堀口に次に用意されたのがイアン・マッコール。イアン・マッコールは元 UFC ファイターであり、堀口が敗れた DJ と2度対戦しており、1敗するものの1度引き分けたことのある実力者。しかしこの試合は衝撃的な結末で試合が終わることとなる。開始早々前に出てきたマッコールに左フック一閃。これにマッコールが崩れ落ちれ、フリーストップわずか9秒での決着。すると試合後マイクを持った堀口は、那須川君、やろうよ、立ち技最強トーナメント俺も出ますんでよろしくお願いしますと宣言。かつて師匠山本キッドが正人に言った、正人君やろうよをオマージュして那須川天心に宣戦布告した。試合後インタビューでは9秒決着を問われると、あれ9秒でした、もうちょっと早いかなと思ったんですけど、ちょっとキッドさんの4秒決着に並びたかったなと師匠キッドへの思いを口にした。2人の師匠との別れ。堀口に中学時代から空手を教えていたイチゴクラブの二兵館長、憧れ、内弟子にまでなった山本キッドのりふみ氏、二人の師匠が2018年7月と9月に病気のためこの世を去った。そして生前二人の師匠は堀口に向けてこんな言葉を残している。イチゴクラブ二兵館長は、俺の誇りだ、堀口は俺の最高傑作、山本キッドのりふみ氏、教授は俺より有名になる、見てて今後どえらいことになるよと言葉を残し、現在堀口は日本 MMA 史上最高傑作とまで言われるファイターになっている。そしてキッドが亡くなって2週間後、この男は神童那須川天心と対戦。とんでもないスピードの打撃戦、両者素晴らしいディフェンス技術を披露し、決着は判定。この戦いは那須川天心に軍配が上がった。試合後堀口は、那須川くんでかいこと言ってごめんね、那須川くんこれからも日本の格闘技盛り上げましょう、みんなが盛り上がって自分も盛り上がって試合ができました、これからも日本の格闘技を盛り上げていきますと、格闘技界を盛り上げるための試合であることを明かした。世界の頂き、ライジン参戦以降7連勝していた堀口についにタイトルマッチ、初代ライジンバンタム級王座決定戦にて堀口教授 VS ダリオン・コールドウェルが激突。コールドウェルは大学在学時 NCAA ディビジョン1で優勝し、最優秀選手にも選出された生粋のレスラーになり、当時 MMA 戦績13勝1敗の戦績を誇りベラトールバンタム級王座に輝いていた。なんとライジンにベラトールの現役世界王者が試合するという異例のマッチが組まれたのだ。堀口が身長165センチ、リーチ169センチに対し、コールドウェルは身長178センチ、リーチ188センチととんでもない体格差であった。試合前堀口は、2017年の4月にライジンに初参戦し、早1年半、今回ライジン初のタイトルマッチに選定されたことを誇りに思います。対戦相手のコールドウェル選手はベラトールのチャンピオンですが、今から拳を交えることにワクワクしています。日本の格闘技を盛り上げるためにも僕が初代王者にならなくてはダメだと思っています。最高の試合を見せて最高の大晦日にしますので、皆さん期待していてくださいと口にし、一方コールドウェルは、俺は自分が世界一のバンタム級選手だと信じている、ベラトールを代表してそれを日本で証明できる機会を与えられて非常に光栄だ、俺はベラトールで相手がいない、国外に出てライジンのタイトルも獲得してやる、スコットのイルベラトールを主戦場にしてから俺は世界最強への道を目指して歩んでいる、この試合はその過程だ、堀口ヨウルフが来るぜと自信を覗かせた。そして当時ベラトール CEO スコット・コーカーは、私にとって過去に日本の格闘技業界で働けたことは素晴らしい経験だった、いろいろとあったが私は常に日本の格闘技業界が再び立ち上がると信じていた、榊原さんがライジンの3年間でしてきたことは賞賛に値することだと思う、今回私のチャンピオンを出してほしいというオファーがあった時、ダリオンと相談して心よく話に乗らせてもらった、大晦日大会にベラトールのチャンピオンを出すことでライジンをサポートしていきたいと思うし、これをきっかけに来年はもっといろいろと協力していきたいと思っている、ダリオンにはぜひともこの試合に勝って自分が135ポンド世界最強だということを証明してもらいたいと試合実現の理由を語った。迎えた試合ではコールドウェルが得意のタックルでグラウンド勝負へ、一本こそないもののコールドウェル優位な展開に、それでも最後は堀口が一瞬の隙を突きフロントチョーク、これが見事決まりコールドウェルはタップアウトし勝負あり、これにより堀口がライジン初代バンタム級王者に輝いた。試合後堀口は、塩漬けされて負けてしまうのではという戦前の声については、
そういう声は届いていたけどあんまり気にしなかった。そんなん負けるわけねえだろと自分では思っていたと堀口らしさを見せ、ベラトールのチャンピオンがわざわざ来てくれたので自分も行かないとダメかなと思う言ってしっかりベルトを取ってくるとベラトールに乗り込むことを宣言した。するとその言葉通りベラトール220ににて堀口教授 VS ダリオン・コールドウェルのベラトール世界バンタム級王座決定戦が決定。格闘技の殿堂マジソンスクエアガーデンで行われた一戦は、前戦同様コールドウェルがタックルからのテイクダウンで1ラウンド優勢。しかし2ラウンド目以降堀口はグラウンドの展開でもパンチを浴びせ続け、スタンドの打撃でも上回り完全決着こそないものの判定。1射が48-47、2射が49-46で堀口を支持した差判定勝利し、日本人初ベラトール世界バンタム級王者に輝き、ライジンとの2団体統一王者に輝いた。朝倉海の衝撃。ライジン、ベラトールの2団体での統一王者に輝き28勝2敗の戦績を誇る。堀口に届いたオファーは12勝1敗の戦績でライジンで4連勝していた朝倉海。試合が決定するとファンからは実力実績から相手にならないとの声が寄せられ、堀口自身もこのカードが組まれるんだと困惑していた。しかしこの試合はとんでもない結末で試合が終わることになる。迎えた試合では堀口の踏み込みに対し朝倉の右カウンターがヒット。これに堀口がよろめき、ここから朝倉が打撃をまとめ上げ、堀口はキャリア初の KO を負け、わずか68秒の衝撃に言葉を失った者も多いだろう。堀口は試合後インタビューで、全然覚えていない。ただ負けたということがすごい悔しい。すぐにでも再戦したいと話し、朝倉の印象や試合について問われるも、全然覚えていないので、まあわからないと述べ、朝倉は、今回対戦を受けてくれた堀口選手に一番感謝しなくてはいけない。今回僕が勝ちましたが再戦するのが筋だと思うので、大晦日にもう一回ベルトをかけて戦ってほしいですと再戦を熱望した。そしてこの言葉通り大晦日に堀口とタイトルマッチが決定。しかし堀口が右膝靭帯断裂、半月板損傷により欠場が決定。これに堀口は、申し訳ございません膝を怪我してしまい手術をしました。大晦日のライジン20には出られません。年末楽しみにしてくださっていた方々のことを思うと申し訳ないという言葉だけでは収まらないし、表現のしようがない言葉が見つからない申し訳ない気持ちです。対戦相手の朝倉選手に対しても申し訳ない、本当に申し訳ない。としか言葉が見当たりません。高校を卒業してからプロとして約10年走り続けてきました。もちろん無傷ではなかったのですが、なんとかやってこられました。去年の終わりから今年に入ったくらいから少しずつおかしいなと思う部分が出てきたり、春を過ぎた頃から本格的に身体の各所の痛み合いは感を感じていましたが、まあ大丈夫でしょ、気合で何とかなるでしょと思っていました。甘かったです。10月後半より本格的に練習を再開したのですが、その蓄積に気づかず、先日の練習中についにギリギリ首の皮1枚つながっていた靭帯が悲鳴を上げました。甘かったです。繰り返しになりますが、応援してくださる皆様、朝倉選手には申し訳ないという気持ちである一方で、自分の中では良い機会だからしっかり休んでまたゼロから作り直していきなさいということなんだと受け止めています。吐血状を発表し、ライジンとベラトールのベルトを返上した。そしてこの手術により堀口は1年近く試合ができず戦線離脱した。ハーフキックの衝撃。怪我からの復帰を果たし堀口に用意されたのがタイトルマッチ。これにより堀口教授 VS 朝倉海のライジンバンタム級タイトルマッチが決定。これに堀口は、もう試合できるコンディションは作れています。前回 KO で負けたので今回はやり返したい、しっかり怪我を克服して大晦日に勝利するので楽しみにしていてくださいと回復をアピール。迎えた試合では堀口の動きが懸念されるもカーフキックを披露。すると朝倉の足を捉え何発もカーフを蹴り込み朝倉の足を破壊。すると最後は打撃をまとめれフリーストップわずか168秒で決着し、ライジンバンタム級王者に返り咲いてみせた。試合後堀口は絶叫しマウスピースを投げたことを問われると、1回負けて朝倉兄弟もそうですが周りも向こうが勝つと言っていました。この野郎見ていろ、なめんじゃねえぞという気持ちが出てしまいましたと語り、マイク・ブラウンに向かってイージーファイトと叫びプチ炎上したことに、マイク・ブラウンと自分だけにわかることなんです。やったぞ、怪我があっても全然いけるんだよっていうことを彼に伝えたんです。一種のスラングというか海外のファイターは結構使う言葉なんです。でもネットで何を書かれようが関係ないっす。人の受け取りよう、僕の心の声は通じるわけはないんでねと冷静であった。
そして最後にライジンのベルトは取り戻したので、次はベラトールのベルトを取り戻すとベラトール参戦を意気込んだ。世界への挑戦。圧倒的な強さでライジンバンタム級王者に返り咲いた堀口は2021年ベラトールと契約したことを発表。これに榊原 CEO は、これまでもすでに言っている選手の貸し借り、王者対王者、対抗戦、ベラトール日本大会の共同開催に加え、この先さらなる様々な斬新なチャレンジを共同で言っていきます。その第一歩として現ライジンバンタム級王者である堀口恭司選手をベラトールに定期参戦させることで合意ができました。これにより堀口選手はコロナ対策で帰国後の条件が厳しい日本だけではなく、日本国外で行われるベラトールの大会に万全のコンディションで臨むことができます。またコロナの状況が落ち着き条件が整えば年1回は日本で試合ができるようにもなりますと、今後アメリカと日本で戦うことを発表した。そして以前怪我でベラトールのベルトを返上したこともあり、いきなりタイトルマッチが決定。これによりベラトール世界バンタム級タイトルマッチ堀口恭司 VS セルジオ・ペティスが決定。セルジオ・ペティスは UFC9 勝5敗の戦績を残しベラトールに移籍。移籍後3連勝でアーチュレッタから勝利し、ベラトール世界バンタム級王者を獲得していた。そして堀口は試合前こんな言葉を残している。日本人からしたら堀口は別格だから特別だからって感じなんですよ。そういうことじゃない、自分だって一人間なんで、俺だって膝や腰ぶっ壊してやっている。戦ってる姿や頑張っている姿を見せて、自分は日本の子供たちに夢を持たせたい。日本人の考え方がそれはできない、あれはできないと抑え込みすぎ、自分ならできると思えば絶対にいける、お前じゃ勝てないよから入ったら誰も勝てないよと堀口らしい言葉を残した。そして迎えた運命の一戦。スタンドの打撃、グラウンドでの攻防全局面において堀口が優位に試合を進め、誰もが堀口圧倒かと思われた4ラウンド目グラウンドの攻防時にブーイング。これに堀口は立ち上がりスタンドの攻防に戻し打撃戦に。するとペティスのバックハンドブローが顔面を捉え大の字に倒れ込み失神負け、担架に乗せられ運ばれるほどの一撃であった。立ちはだかった世界との壁。しかしここまで堀口が築き上げてきた実績から、2022年から行われるベラトールバンタム級ワールドグランプリへの出場が決定。名だたる選手が参戦し、優勝賞金1億円の1回戦はパッチーミックス。当時ミックスは15勝1敗の戦績を残し、11回の一本勝ちを記録していたグラップラーであった。そしてミックスは身長180センチ、リーチ183センチと堀口との体格差は一目瞭然であった。迎えた試合ではミックスが得意の寝技に持ち込む展開に、堀口はバックコントロールを許すものの素晴らしいディフェンスを披露。それでも組みつかれグラウンドコントロールを繰り返され判定負け。これによりキャリア初の2連敗になり、グランプリ1回戦敗退になった。そしてこの大会はミックスが圧倒的な強さを見せつけ優勝した。後日堀口はこの戦いを振り返り、勝負事なので勝ち負けはありますが、やっぱり自分は勝ちを目指してやっているので、しっかりと借りを返すというか今は逆に燃えています。ずっとチャンピオンでいたことでモチベーションが微妙なところもありました。この連敗でモチベーションは上がっていますよ、見てろっていう感じですと心の炎は消えていなかった。そして世界との体格差やバンタムが適正でないことから、この辺りから階級変更を模索。そのためフライ級に近い対戦相手をライジンで探すも見つからず、61キロ契約で金太郎と対戦が決定。金太郎の戦績などから賛否が起こるものの、その声を金太郎は試合内容で書き消すことになる。試合前堀口は、みんなプレッシャーがあると言われるんですけど、一人の人間同士で体重も同じで、やることは同じなのであまりない。やるだけです。金太郎については、一発がある打撃に特化した選手と評し、お互い打撃が得意ですごいアグレッシブなのでいい試合になるのかなと思っていますと発言。迎えた試合では1ラウンド目で打撃戦に発展し、堀口がカウンターをもらいまさかのダウン。うまく立ち上がりことなきを得ますが、会場は異様な雰囲気に。しかし2ラウンド目からグラウンド勝負にプラン変更。寝技になると差があり、最後は肩がためで勝負あり。ダウンするものの最後はしっかり決め切った。試合後堀口は、嬉しいですね、でもパンチもらってしまったので、もっと早く自分が得意な寝技に持って行ければなと思いましたね。ダウンについては、自分はヒヤッとしなかったです。ダメージはなくてフラッシュ。一瞬だけ意識がなくなってすぐに治った。金太郎選手は打撃がうまいのでテイクダウンを取って寝技で決めるプランでした。1ラウンド目で自分が欲張って打撃ばかりになっちゃって、焦りは全くなかったんですが、マイク・ブラウンに、
何やってんだ、最初からテイクダウンに行けと怒られました。相手も研究していてタックルに行きづらい戦い方をしてきましたねと。焦りもダメージもなかったようだ。そして試合後、金太郎に ATT で一緒に練習しようと誘い、 ATT にて試合後練習をしている。そしてこの試合を最後にフライ級に階級変更することを表明した。フライ級堀口教授。フライ級に階級変更した堀口は2022年大晦日ベラトール VS ライジン対抗戦にてベラトール選手として出場し、扇久保博正と3度目の激突。迎えた試合では堀口が1ラウンド目からカーフや打撃で優位に進め、3ラウンド開始すぐにはカウンターでダウンを奪うなどして見事判定勝利。階級変更の不安を感じさせず圧倒的な強さを披露した。するとスーパーライジンににてベラトールパートでタイトルマッチが決定し、ベラトール世界フライ級決定戦として堀口教授 VS 新龍誠が決定。新龍は中学卒業後即プロ転向し、ディープフライ級王座に輝くなど16勝1敗の戦績を残し勢いに乗っていた。迎えた試合ではなんと1ラウンド25秒で堀口の手が新龍の目に入り、ノーコンテスト。まさかの結果に会場は異様な空気に包まれた。しかし2023年の大晦日に再度このカードが組まれ、今度はライジンフライ級決定戦として再戦が決定。試合前、堀口は世代交代について問われると、あまり年を取っていると思っていない、動きも全然変わらないし、いずれ時は来るけど今ではないよと改めて世代交代を否定。迎えた試合では新龍がうまくグラウンドコントロールし、1ラウンド目は新龍優勢か。それでも2ラウンド開始直後から堀口が打撃で攻め立てて優勢に。最後はグラウンドの展開に持ち込み、リアネイキッドチョークで締め上げた。これにより堀口はフライ級王座獲得し、バンタム級との2階級制覇を達成。試合後インタビューでは、いきなり元ライジンラウンドがある川村夏樹をリングに呼び出しプロポーズ。見事に成功させ、2023年大晦日を最高の形で締めてみせた。世界へのリベンジ。ライジン2階級制覇し、ライジンでは敵なしとなった堀口に UFC 参戦が噂されるも、ベラトールとの契約などが残っており、未だ UFC 参戦は発表されていない。しかし突如ライジン47の出場が発表され、61キロバンタム級にてセルジオ・ペティスと激突。セルジオ・ペティスとはベラトールで対戦しており、悪夢のバックハンドブローを食らわされた因縁のある相手である。この試合に堀口は、この機会を逃すとやり返す機会がなくなるので体重を上げて、こういうチャンスを榊原さんがくれたんで、しっかり借りを返しに行きたいと思います、マジでやり返すんで見てくださいと意気込んだ。以上が堀口教授の紹介になります。ご視聴ありがとうございました。誰かの否定に付き合うな。主人公になることを恐れるな。